よし、やっていきましょう。今回は、青鬼2016に最新アップデートが来たということなので、そちらをちょっとやってみたいと思います。ニューゲームから、主人公の名前を、サダカヤと入力すると始まるらしいです。はい、サダカヤ。こうすると、映画のサダコ VS カヤコのコラボレーションシナリオができるらしいんで、こちらちょっとやってみたいと思います。一応ね、映画は事前に見て予習済みです。ストーリーはわかると思うけどね、果たして青鬼とどういう風に絡んでくるのか、楽しみですね。誰が主人公になるんだろう。住宅街からほんの15分ほど歩いた山の中にある空き家。いつからそこにあるのか、誰が住んでいたのかもわからないその館にはお化けが出るという噂があった。お化けというレベルじゃないけどね。もうお呪いの館。ヒロシ、あ、ヒロシがやっぱり主人公なんだ。ヒロシ、こんなところで寝てんの、すげえなお前いつまで寝てんだよ。こんなお化け屋敷みたいなところでよく熟睡できるわね。肝が座ってるわな。心臓に鉄の毛でも生えてるの。もう女子高生が使う言葉じゃないわな。脳みそ野郎に加えて、スチールウールハート野郎って呼んでやろうか。すげえ呼びづらいわ、お前。台所でもないところでピカピカにできそうだな。お前らウィットに飛んだな。会話してるな。ここどこなの、屋敷の中なの。心配かけましたね。そろそろ帰りましょうか。なんだ、気絶でもしてたのかな。あっ、え最初からバッドエンド。夢でしたか。夢でいいのか、それは。え、一人置いてかれたってことは、みんなに。私は自分の部屋で眠りについていたはずですが、ここはあの屋敷の一室。ああ、家で寝てたのにいつの間にかここにいたってこと？もっと取り乱してもいいような気がするけど。万一夢でないとするならば。一階への階段を降りて、降りた先の玄関、下から表に出るとしましょう。なんで説明口調なんだよ、お前。出られるといいですが。ありが、何か見えた気がするけれど。気のせいだよね。うん。さあ、本棚から調べよう。何の書物があるのかな？勉強に必要なものは持って帰ろうぜ。ダメか。テレビは？ここ貞子出てこないの大丈夫だよね、いきなり。怖いなぁ。どっちが勝つのかなぁ。一応映画版では引き分けというか、まあなんというか結末言っちゃうとネタバレになっちゃうからあれだけど、そこに青鬼が加わると一体どうなるんですかね。とりあえず出てきますか。いや、出まーす。こんな部屋なかったけど、なんかめっちゃ文字書いたんだけど、なんか左に見、嘘だろお前。なんでいいんだよ。玄関のドア、化け物から逃れて調べましょう。なんでチュートリアルチックになってんだよ。矢印通りに進めばいいの。めっちゃ親切なんだけど、ありがとう。で、玄関から出ればいいの。出れるのこれ。鍵ないよ。開かない。ですよね。つ、化け物から逃れてもう一度。なんで自分に言い聞かせてんだよ、こいつは。え、どうすればいいの？電話があるけれど。こっち側は？館とちょっと内容書いて、矢印書いたんじゃん。逃げられた？逃げられたわ。なんだったんだろう。うわ、全然構造が違う館。ちょっと待って、アップデートっていうレベルじゃん。こいつに捕まっても死んじゃうんじゃない？大丈夫？こんにちは、なんで消えたの？何見てたの？あ、何かの記事がある。大喜利の特集のようだ。お笑い？お題、リオの閉会式に、アベマリオと共にルイージ・サダコが登場。何をした？アベサダとして危ないキノコ狩りを満喫した。あ、そう。ですか。なんでちょっと面白い要素入れていくんだよ。え、ここ出てこないのかな。あの少年の名前なんて言うんだっけ。映画では出てきたよね。リング、呪怨の方では出てきたのかな。ここ何もなさそうかな。怖いなぁ。どっちかっつうとここはカヨコのホームグラウンドでもあるから、サダコの呪いのビデオがなかったら、あー超ビビった。BGM なかったじゃん。何今の。フワッティの速さじゃなかったじゃん。あんな避けられんの？ここ入ったらもうバッドエンドになっちゃうのかな。とりあえずスルーしておく。避けられる気がしねえんだけど、あいつ。テレビがここにも、よかずな。もうテレビが多すぎないか？サダコ出現ポイントってことなのかな、これもしかしたら。青鬼みたく追いかけてくるパターンとかありそうじゃない？怖いな。怖いな。割れてるものはないと。あ、開いた。なんか食料的なものは。あ、え、あ！それはないよ。何その即死トラップ。完全に縮減になってんじゃねえかよ。どこ調べても怖いんだけど。ここは？大丈夫？ポットから出てくる。もう人が隠れられるところには近づかない方がいいのかな。この扉は？いける？もう、絶対どれかいいんじゃん。
調べることすらできないんだけど、怖くて。食器だな。食器大丈夫？あ、いなかった。なんなのこの部屋。え、大丈夫？なんもなかった。なんだろう、後々来るのかな。とりあえずあそこの部屋に入ったら青に逃げるの大変だよっていう感じかな。じゃあ上の階になんか魂みたいなのあったよね。人玉。あれなんだろう、これ、たけしたちなのかな。めっちゃ震えてるし、マナーモードだし。そうなんじゃない？おっす。なぜかはわかりませんが、先に進む気をそがれますね。あ、見えないのかな、もしかしたら。じゃあ矢印通りだと玄関に行っちゃうから、ここ戻ってきても誰もいないもんね。探索ができないんだけど。今回なんか謎解き要素的なものはないのかな。アイテム調べるよりも、先へ進んだ方がいいの。もう絶対出てくんじゃん、あのいろりから。暖炉かな、あれは。こんにちは。ちょっと前通りますよ。ふっ、あ、動けない。この音は、本体来ちゃうんじゃない？いや、トラウマ、トラウマの声。うわー、出てきたよー、こんにちは、すごいシュール。ただの汚れた人にしか見えない。あ、ちょっと待って、早い早い、バカバカバカ、開かない。え、ちょ、これ、逃げられないってことなの？俺もう死んだの？え、どうすればいいのこれ。即死。いや、でも俺、時間経過で消えるんじゃない？ちょっと、ハマってる、なんか。ハマってる。え、メニュー画面も開けないし。あ、あー、チャリンって言って、なんか何かが落ちた音がした。どういうこと？カヤコは一定時間、例えば貞子がぶつかって消滅するってこと？怖っ。なんかチャリンって落としたけど、なんか落としたってわけではないのかな。ちょっと怖いんだけど。下は？あー、なんかまたある人玉。これはてんてんてん。ここで本当にミカさんはあの青い化け物に殺されたんでしょうか。これミカの魂？血の跡すらないと。未だに実感が湧きませんね。ここで殺されたってこと？なんか、てんてんてんって言ってる。喋ってはくれないんだ。なるほど。どういうこと？じゃあもうみんな殺された後ってことか。やっぱアナザーストーリーみたいな、そんな感じなんだろうね。テレビ近づきたくないな。先にサタコが出てきた場合はどうなんだろう。タンスとかは出てこない。テレビは一応調べておく？何もない。ベッド隅に置きすぎじゃねえ、これ。もうちょっと広々と使った方がいいような気がするけれど。なるほど。じゃあここには何もないと。たけしがいたところは？たけしがいたところ、右か左か、怖いなぁ、もう。一応全部の部屋見とかないとね、何が起こるかわかんないし、ちょっとセーブしとく？ちょっとセーブしとこう。オッケー。さあ、これ椅子どける感じ？なんかしなぎない。引き出しの中に、子供のものらしい絵があった。その絵の人物は、屋敷の化け物の顔と面影が似ている。パパ？パパとされる人物は屋敷の化け物とどのような関係があるのでしょうか？謎が謎を呼ぶ展開になっちゃうかな。こちらは検索を見てくださいっていう感じなのかな。さあ、ここは何もないと。アイテム的なものがまだ一個もゲットできてないからね。鍵的なものないのかな。鍵がかかってる部屋がないしね。なんでテレビあっち向いてんの。怖いな。ああ、びっくりした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 、超びっくりした。俺出れないの？出れる。なんだよもう。え、同じ部屋？違う。もう、そういうドッキリ要素やめろよ、もう。でも、貞子は襲ってくれんだ。いい子だ。だって俺、呪いのビデオ見てないもんね。襲われる理由がないもん。ねえ、ここで襲われた。おかしいな話じゃん。なんなの、ちょっと今回。魂、あ、聞いちゃった。あ、てんてんてん。目の前の空間に違和感を感じるのはなぜでしょうね。なんかあるんじゃない、ここ。いけないの？あ、いけないね。多分何かあると思うけど、ここの先。いけないか。何かアイテムを持ってここに来るといい感じになるよってことなのかな。これなんだ、もうめっちゃついてくんじゃん。え、大丈夫なのこれ。時間経過で殺されるとかありそうだけどな。でも2日後までは大丈夫なんでしょ。2日間は生き延びられるはず。携帯電話捨てればいいんだよ。携帯電話捨てれば生き延びられるって。上の階はいけないし、じゃあ左側かな。こっちの奥とかもいけるか。電話、電話は、あ、ちょっと待って、そっちじゃない。電話、あの、使えない。奥は？ああ、もういつだ、もう嫌な予感しかしない。和室って嫌だって。出てくんでしょ、そこ絶対。知ってんだからね。セーブしとこう。セーブして。手が震えるわ。大丈夫？あ、出てこない。出てこない。左側開かない。あ、出てこない。ごめん、なんか疑っちゃって。人を疑う心を持ってすいません。人かどうかわかんないけど。え、何もないの？何もないじゃん、和室。青鬼が全然出てこないしね、しかも。サダコとカヤコばっかり出てくるんだけど。左って書いてあるね。ここは？絶対どれか一つは入ってるって。何かしら。いないの？開けっぱなしにしといたら出るとかあるかな。この扉は？
さあ、ドキドキするね。うわ、でも隠れる場所ないからここには何もないんじゃない。これ何、このボコッとしたの何だろう。あれかな、お風呂の前に引いてあの 石のマット、すごい水を吸うやつ、あれかな。うわ、びっくりした。扉ここそろそろ、うわとりあえず入ってみましたけれど何もないの、アイテムらしきものもないし、ここに隠れるって感じなのかな、青鬼から。とりあえずじゃあ大丈夫と。もういつ出てくるか分かんないから。でも隠し扉になってたってことはきっと何かあるんだよね。覚えておこう、ここの場所は。こっちは行けないと。あれ、今のところアイテムらしきものが全くないよね。びっくり少女がたくさんいるだけで、特に誰か重要な人物的なものもいないし、広いな、無駄に。だけし、タクロ、いまだに実感が十分ではありませんね。実感が十分ではありませんってすごい言い方だな。この先で二人が命を落としたということが。ここで落としたんだ。あ、入れないんだね、しかも。なるほどね。なんだ、この矢印がすごい気になるけどな。こっち側は、もう行ける場所だってこっち側しかないよ、全然。トイレ、うわぁ、もうトイレやだなぁ。と見せかけてフェイントでここから出てくるんじゃない、洗濯機から。あ、動けない。ですよねー。これさ、調べたら即死やめようぜ。こっち側は何もないと。トイレ怖いな。絶対出てくるんでしょ。よっ、あ、出てこない。あ、出てこない。綺麗好きなんだ、意外と。やっぱり汚いところから出れないんだね。洗濯機なんか綺麗そうだしね。なるほど。ちょっと最後の部屋。行きます。怖いな。あれ？また、あ、こっちは大丈夫なんだ。なんだよ。あっち側の乾燥機能がついてないとダメなの。やっぱりびしょびしょのままじゃ嫌だもんね。うわ、なんか黒い液体が。え？はぁ！弾けて混ざれ。全部調べ尽くしちゃったね。俺じゃ他に行けるところないし、上の階行けるようになってんのかな？こっち側もう一回出れるとか。やはり開かないようですね。ダメだよね。あ、イベント。何？動けない。あ、こんにちは。なぜ外からいらっしゃったんですか？やめて、よして、触らないで。赤がつくでしょ。あ、この音は、かよこ。うわぁ、鉢合わせしちゃったよ。貞子は出てくるの、ここで。青鬼もビビってんじゃん、ちょっと。何あれみたいな。僕の屋敷に何が来てるのみたいな。あ、めっちゃ凝視してる。その体勢はまずいですよ、先輩。あー、座れちゃう。座れちゃう、青鬼が。はぁ。ああ！映画の強キャラ来た。フォンフォンフォンって指で入れるやつでしょ。開いた。おい、お前、そこで何をぼさっと突っ立ってんだ。とりあえず出てこいよ。ああ、助けに来てくれた。この安心感たる否や。ほう、ここは肝試しをしていいような場所じゃねえんだぞ。いや、気づいたらここにいたんですよ。確かにその通りだと思います。ですが、二度目は自分の意思ではなくて。なんかもう顔グラの違いが、ギャグにしか覚えない。あ？あ、あれあれ、しかしが候補なんですよ。不意に現れた男性らと事情を交換した。イケメンだな。顔でけえな、こいつ。一度とはいえ、よくこんな化け物屋敷で生き延びられたもんだな。プレイヤーが優秀だからですよ。私も科学的な力の及ばない化け物への対処で、苦慮していたところです。ケイゾウさんに、タマオさん。タマオちゃんは一応目が見えない姿勢ってなのかな？よろしければ化け物退治のお手伝いにここをご案内させていただければと思うのですが案内する気なんだ。前回訪れた際に間取りは大体把握しておりますので、逃げるっていう気はないのかね。せっかく出れたんだからこのままさ逃亡しようっていう気は起きないのかな。それには及ばねえから帰れ。こいつ口は悪いけど実はいいやつなんだよねって言いたいところだが、頼もうか。あ、頼むんだ。この屋敷の呪いの力でまたここにお前が連れ戻されたら同じことだしな。そうか、今逃げ延びてもね、どうせまた連れ去られちゃうかもしれないし。はっ、なんかいるよー、気づいてないの？では案内を務めさせていただきますが、確認ですが、本当に玄関のドアはあなたの力で開けることができるのですね。あ、さっきもそれで開けた。試しに中に入ってみる。え、ちょっと騙されてんじゃない？大丈夫？え、気づいた？気づいてないの？めっちゃいいんじゃん。このさ、その、玉尾ちゃん？玉尾ちゃんだったら気づきそうだけどね、例の気配。可愛くないオートロックだね、つくづく。でも、ケイゾウ、本当に入るつもり？下見に来た時とは、かやこのことだろ。
俺も強い気配をさっき中から感じた。かやこが青鬼の力を乗っ取ったとか、そんな感じなのかな、取り入れたみたいな。なぜあいつがここにいるのかは知らねえが、結論を言えば俺たちもすでにかやこに呪われている。もう屋敷に入っちゃったから。入ってないじゃん。でもこの土地に入ったらもうダメなのかな。この屋敷の呪いを通じてだろうだな。で、そこでトシオ、ああ、トシオくんっていうのかこの子と、お友達の化け物が覗き見しているが、何よりの証明だろう。あ、気づいてたんだ一応。はっ、フワッティたちバレてないつもりだったのかな。うん、あ、逃げてった。カヤコがここを自分の家としているなら、すでに下見で足を踏み入れていた俺たちとのこともターゲットとして殺しにかかってくるだろう。だが幸い周囲にも準備は済ませてある。決着をつける時が来たんだよ。それもここを含めて3つの呪いと一遍に。ただでさえ2人でさえさ手も足も出なかったのに、3人、まあ2人と1匹になったらどうしようもなくないか。でもあの時とは状況が違うからな。今ならいけるんじゃないか。かばうべき者がいないから力を発揮できるはずだし。作戦は今伝えた通りだ。化け物どもが来る前に準備を済ませよう。機材の設置場所はお前の勧めてくれた上から先にあった隠し部屋の屋敷、座屋敷、座屋牢の中でいいだろう。座敷牢かな、うん、今表から機材を持ってくる。ちょっと話進みすぎだよ。てか血があるのはなぜ開かない。あれだが、めんどくせえだな。一回一回やんなきゃいけないんだ。あ、でも置いてちゃって大丈夫なの。今襲われたらどうしようもないじゃん。あ、帰ってきた。早い。こんにちは。この人が死んじゃったらもう俺出れないじゃん。やられた。化け物とも機材をどっかに持ち去りやがった。なんで最初から持っていかないんだよ。目ざとい連中だね。思ったより。では屋敷にあるテレビとビデオデッキ。ダメだってそれを使っちゃ。チュッ。屋敷のものを当てにして故障してたらアウトだが、わざわざ問題なく動く中古品を用意したってのに。あ、怖いな。ここから右にあるリビングに意識があった。右って交互で言うなよお前。だな。そこは下見の時に見ている。行くか。じゃ、もうすでに一回部屋に入ってるんだね、ここ。なるほどね、この血だまりがすごい気になるけど、化け物どもがやり合ったところが気になるか。え？気になるよ。それ気になるよ。実況者だもん。かやこなる化け物が、この屋敷の化け物の顎を引きちぎったのに戻る。顎を引きちぎったの？あの顎、あっ！屋敷の化け物の方も体を大きくして対抗したこともにも目を見張りました。ヒロシそんな位置にいたっけ。どのような身体の仕組みをしたのでしょうか。仕組みなのでしょうか。はあ、はあ、沈んでいく。しかもででででブレーン。ボシュートされちゃったじゃん。それだけ彼女の血だまりは別の空間への入り口になっているのでしょうか。興味はつきません。研究熱心なことで。お前が生き延びた理由が分かったような気がするぜ。でも深入りは命取り。そうだね、物調べると死ぬんだからね、このゲーム。かやこは、この屋敷の化け物よりも容赦がないと思う。本当だよな。青鬼はちゃんとさ、BGM まで流してくれて、今から襲うよって合図した後に追いかけてくれるじゃん。かやこなんてさ、調べただけでもう、フューンって死んじゃうんだよ。あれはひどすぎだよな。せいぜいその用心を興味から守り抜くんだね。なるほどね。じゃ、時間もいい感じなんで、今日はこれで終わりたいと思います。次回右の方へ行って、ビデオデッキ、多分、貞子が本領発揮してくるんじゃないかなと思います。やだな。はい、じゃあ今日は終わります。お疲れ様でした。バイバイ。